こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、やる気が出ない時、ダラダラしている時に、ね、見てもらいたい動画っていうのね、そんなね話をしようかななんて思います。まあやる気が出てない方、もしねこの動画を見ていただいて、それでねその動画を見たらきっとねやる気が出て、なんかね行動しようみたいな、そんな風にね思えるんじゃないかななんて思いますので、まあもしよかったらね最後までね見てもらえれば嬉しいかななんて思います。それでね自分もねよくねダラダラ過ごしてしまう時ってねありまして、まあやる気が何にも出なくてね、まあ一日中ダラダラしている、だけど自分にはねその休養が必要だったんだなんてね、そんなことをね自分に聞かせて、それでね無駄なね一日をね終わらせてしまって、まあ自分をねこれでよかったんだ、みたいなね、なんかね、言い聞かせて肯定させてる、みたいな、そんなね、感じなんですけど、まあ、ダラダラしてる時って皆さん何していますかね。ぼーっとしてる人もいれば、まあ、YouTube とね、こうなってね、ダラダラ YouTube 見てる、みたいな、そんなことをね、している方多いと思います。自分もね、そういった時っていうのはね、人のね、こう動画、なんかいい話ないかな、みたいな、そんな感じでね、おすすめ動画、おすすめに出てくる動画をこうなってずっとね、まあ、見ていたりもね、するんですけど、そんな時にね、見てもらいたいななんてね思う動画がありまして、それはね別にこれこの動画っていうねリンクを貼るとかそういったわけではなくて、ちょっとね検索してもらいたいんですけど、まあそれは何かっていうと、まあ大逆転スポーツって入れてね、それでね見ていただきたいですね。まあ逆転勝利のね、まあ、瞬間とかそういったね動画たくさん出てくると思うんですけど、それをねまあ自分がねピンときたものをねこう見ていただくと、なんかね、すごくね、こう、自分もね、何個かね、見たんですけど、なんかね、こう、体が熱くなって、ああ、すごいって、ジーンってね、なんかね、やる気がね、ちょっとずつ、ふすつのね、みなぎってくるっていうのがね、すごくね、わかりまして、まあ、自分はね、そのね、大逆転スポーツでね、見た動画、まあ、7分か8分のね、動画だったり、本当にね、その一瞬だけのね、まあ、瞬間瞬間のすごい短い動画だったり、何個かね、見たら、なんかね、やる気が出てきて、それでね、まあ、ちょっとね、なかなかできていなかった作業、まあ、ちょっと物販の方をやっているんで、その物販のね、まあ、出品、ちょっとめんどくさい作業とかがね、あったんですけど、そのね、作業をね、ポン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 ってね、やってしまったっていうような、やっぱりね、そういった大逆転のね、まあ、動画を見たら、なんかやる気がね、ふつふつとね、湧いてきて、それでね、まあ、やってのけたってわけではないですけど、それで、億劫な作業がね、まあ、もう普通にね、まあ、こう、それに集中してできたっていうようなね、そんなこともね、ありました。まあこれね、カリフォルニア州立大学の方でね、まあもう研究されていて、まあ、そういうね、大逆転の動画を見ると、逆境に強いメンタルがね、鍛えられて、それでね、なおかつ、やる気がね、こう、みなぎってくるっていうような、ね、そんなね、まあ研究結果もね、あるくらい、まあ本当にね、そういった大逆転のね、まあ動画を見るだけで、まあ、やる気がね、出て、それでね、まあ強い、逆境に強いメンタルがね、鍛えられるって。まあ自分ね、すごいね、感動したのは、やっぱりね、2004年のね、オリンピックかな、柔道でね、本当にね、もう残り1秒でね、まあ1本、まあずっとね、点数差でね、まあ負けていたのに、最後のね、残り1秒で、ちょっと名前なんて選手かもわかんないんですけど、まあ本当に残り1秒でね、大逆転した、そんなね、まあ女子柔道のね、選手のね、動画、まあ日本のね選手だと思うんですけど、まあそれもねちょっといい加減ですいませんけど、まあそれ見てね、もうすごいグワーってね、なんかね燃え上がる何かがね、こうパッてね火がついて、それでねやる気がね、すごい出たっていうようなね、そんな動画だった。やっぱりね、まあそういった大逆転のね、動画を見るっていうのはね、やる気が出るなって自分でもね、すごくね、感じましたので、もしね、ダラダラしてる YouTube 見るんだったら、もしよかったら、まあこのね、大逆転スポーツって入れて出てきた動画をね、見るだけで、本当にね、やる気がね、全くね、違った。まあそのままね、ダラダラ、すごく、ことがね、自分はできなくて、ちょっとね、すくってね、起き上がって、それでね、そうだ、物販のね、その、やる作業があったなぁ、なんて言って、それをね、まあ、2時間ぐらい集中してね、できて、まあ、
ってしまった。まだまだね、それで、ね、その作業ね、たくさんあるんですけど、それをね、まあすぐにね、こう取り掛かることができた、やる気がね、まあみなぎってきたっていうようなね、そんなことですので、皆さんもね、ぜひね、やる気がないとき、ダラダラ過ごしてしまっているとき、まあ本当にね、ダラダラしながらでいいんで、そのね、大逆転のね、動画見るとね、本当にね、まあ、なんかね、ダラダラできなくなってしまうって、自分はね、そういう風にね、なんかね、すごく感じましたので、ぜひね、まあ、そんな時はね、ダラダラしている時に、大逆転のね、動画を見てみると、やる気がね、出るっていうようなね、そんなことをね、ちょっとね、皆さんにね、これを自分がね、もう体験してそうだったんで、ぜひね、やってもらいたいなーなんて、そんな風にね、思います。はい。ではね、今日の話が良かったなって方は、グッドボタン。またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします、はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。